さあ、今日はどんなニュースがあるかな。ん？何ですかこれは。電動バイク。街中を颯爽と走る一台のスクーター。実はこれ電動バイク。ガソリンではなく電気でモーターを動かしているのです。だから音も静か。あ、本当だ。しかも家庭用の電源から充電できます。へえ、あ、そうなんだ。このバイクを開発したのは日本のベンチャー企業。この会社は2010年の設立、社員はわずか17人。しかしこの小さな会社、設立当初から世界を視野に展開することを考えていました。 EV っていうのはそのものづくりのやり方が大きく変わるんですよね。まあ、それがあって、まあ、この事業面白いなと。でしかもまあ市場は世界にある、特にアジアにある。そこで海外進出先として目をつけたのが、東南アジアの中でも成長目覚ましいベトナム。日本政府の支援を受け、ベトナムでの市場を徹底調査。この国での事業の成功に可能性を見出しました。ベトナム多いですもんね。そこで2011年5月に現地法人を設立。日本の電動バイクをベトナムに普及させるため本格的な事業に乗り出したのです。なるほど、電動バイクでベトナムに進出ですか。しかし日本でもまだ馴染みの薄い電動バイク、ベトナムでの反応はどうなんでしょうか。ベトナムでの事業を任されているのが支社長の林さん、26歳。この国の環境問題がポイントだといいます。若い。目が痛いとか、まあ、喉が痛いとか、まあ、見てもらっても分かるように、みんなマスクしてます。で、これがですね、全部電動に変わると、まあ、あの生活も劇的に変わるんですね。そうですね。今後、現地で生産を始めるには、地元の工場の協力は不可欠です。ここはバイクのシートを作っているベトナムでは大手の会社。日本の電動バイクの普及は、地元に新たな仕事を生み出すことにもつながるのです。現地にはすでに試験車両を持ち込み、来年の販売に向けてテストやモニタリングを行っています。果たして現地の人の感想は。うん、やっぱりそうですね。静かな。日本製の電動バイクを乗ったことがないということで、あの非常に驚きをもらったのでですね、まあ、僕らも今後この今年来年と、まあ、販売するに向けて非常にいい感触を得ます。日本の電動バイクがベトナムの環境問題の解決に役立つ日もそう遠い話ではなさそうです。日本の技術と信頼性を生かしてその国の問題解決に貢献する。来年のベトナムでの発売が楽しみです。